大倉くんと筑田くんも帰ってきたという動画です。大倉くんどうしたんですか？あの2日間、あのちょっと片山さんがあの動画でっていうのはそうすると自分ちょっと帰らないといけないと思ったんで、片山くんが早く帰ってきてる動画を見て、ちょっと早く帰らないとまずいんじゃないかと。自分もあの結構遅れてるんで、はい、なんで帰ってきました。そうなんです。頑張ってください。はい、はい、筑田君も帰ってきましたね。なんで帰ってきたんですか？いや一応日程が6日までだったんで、6日までしてから帰ってきました。8日まで休みですよ。なはい、そうだったんですけど、はい、どうせ家族も韓国にいて一応ここに来られたんですけど、はい、まあ6日の飛行機だったんで、まあついでにどうせ自習した方がいいんじゃないのかなと思って自習ね、はい、自習じゃなくてね。はい、帰ってきました。なるほど、はい、以上です。